とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周、頑張っていきたいと思います。今シーズンはぜひ、防具を狙いたいところですね。では、早速、行ってみましょう。それでは、一発目。お、いいんじゃないの？物がね。エンチャントは、でも、痛みと、そんぐらいか。そんぐらいか、痛みぐらいか。重力ないとね、やっぱ使いにくいんだ。ダメですね。ウィザード、ダメだね。クールダウンもポーションバリアも入っておりませんね。これじゃちょっと使えないかな。せめて、クールダウン、ポーションバリア。その二つはもう必須だね。次。次はどうだ？ノーマル剣か。いりませんね。輝くハープクロスボウ。輝くもね、いいと思うんだよね、やっぱりね。ハープクロスもいいけども、こっちも、一応、長弾が入ってるんで、悪くはない。でも、これを使うのであれば、マルチショットは欲しい。マルチショットが絶対欲しいのよ。なので、マルチショットは入っておりません。アウト。こっちは。ダメだね。黄金に衝撃波が入っております。ダメです。下は、まあ、リフレッシュと虚無はいいかな。これじゃ使わないね。次。次はどうだ？これはもう全部良くない。259だし、ダメです。守護者も、中途半端なんだよな。ダメージが、200万。せめて、高くあれって感じだね。300万のやつがあるので使わない。ガントレットもちろんいりません。どうだ？トルバーはまあいいかな。トルバー。クールダウン、ポーションバリア両方ついてない。まあ両方絶対必須なんだけどね。ダメ。こっちも同じくついておりません。どうだ？ポーションバリアついてて、ヘルスシナジーもついてる。その2つでいいんだけど、クールダウンがついてないとどうしてもね、運用しにくいんだよ。いやー、もうほぼできないって言ってもいいのかな。クールダウンはやっぱり欲しい。黄金のところにクールダウンだったら、まあ、ありだったね。もともと軽減がついてる防具なので、クールダウン、ポーションバリア、ヘルスシナジー。で、真ん中を、まあ変更だろうね。で、それでそこそこ使えただろうけども、これじゃあダメ。クールダウンなし。この横二つはノーマルであまりいりません。はい。全体的に良くないね。いりません。爆発1か。まあまあ。中途半端なやつがつくよりも爆発1の方がマシだけど、でも使いません。ゴーストキンドラー。これ一瞬ね、霊体になるっていうのが結構使いやすいんだけども、まあ、もちろん、クールダウンとポーションバリア、これは必須だよね。ちなみにこの霊体になるっていうやつ、霊体になってる間はダメージが 50% 減少します。まあ一瞬だけどね。どうでしょうか？おお、またウィザー出たけど、もちろんついてないね。クールダウンとポーションバリアがありません。まあ今のウィザーで、まあ結構、満足はしてるんだけどね。でも、まあちょっと違うやつも欲しい。欲しいです。はい。リゾルトは、悪くないけども、黄金が良くないね。これもともと追い打ちがついてて、火力がかなり高めの装備なんだけども、下はリフレッシュ、アンチャンティング、クリティカルがいいかな。で、いいのよね。合ってる。だから黄金に、ダイナモか、そうね、雷とかもこれ合うかな。そういうのを入れれば、強かったろうけども、ちょっと残念。はい。次行こう。はい。おお、今日さ、ウィザーがやたら出るね。ウィザーめちゃくちゃ出るぞ。
ウィザー当たり会か、よくない、これもいらない。ウィザー頼む、来い。ないな、ないな。ヘルスシナジーはねついてるんだけどね、なんかさっきもヘルスシナジーなんかついたな。やっぱりポーションバリア、クールダウン、それがないとお話になりません。次、これが10回目です。まず無謀1がついてる時点でダメですね。アウト。ブロード、虚無1か。あ、下は悪くないね、下は悪くない。リフレッシュ、重力、クリティカルで悪くないんだけど、黄金が虚無3だったら使えたね。うん、黄金虚無3だったら悪くなさそう。真ん中を重力じゃなくって爆発にするっていう手もありそうだね。あ、惜しい惜しい。ま、使えなくもないか、虚無1。次、ダメだな。旋風1がついてる時点でもうダメです。アウト。うん、リフレッシュもついてないしね、よくありません。まあまあ、これはワンチャンありかな。後半も頑張りましょう。お、虚無2か、惜しいな。あー、でもありだよ、強いよこれ、強い。虚無2か、でも 400% だよね。 400% だから、まあまあ 600% はいかんけど、ありだね、強いな。虚無2でしょ、で左が痛み、真ん中リフレッシュ、右クリティカルだね。最大パーセンテージが15倍か。ああ、15倍プラス虚無のダメージだから、あ、かなり火力は高そう。うん、他はまあまあいらないので。あ、これはいいと思う。まあ、虚無3だったらもっと良かったけども、いや、全然妥協できるレベルですね。OK。これゲット。使ってみよう。どうだ？トルバ。お、お、あー、惜しいね。惜しいね。うん。黄金に無謀3がついてんのよ。で、ポーションバリアもついてる。あと、クールダウンなのよ。あと、クールダウン。トルバは、ポーションバリアが12秒間になるので、意外と、無謀との相性は良さそうなのよね。惜しかったなぁ。どうだ、ハープ！まあ、パープルは、アーティファクトシナジーしかついてないもんね。クールダウンショットがない。ハープいいよ。前回のシーズンはハープ2ついいの出てるからね。今回は、どう？ダイナモのみか。ダイナモのみか。何が欲しいだろうね。ダイナモ貫通。これはもういるよね。ダイナモ貫通。あと、マルチショット。その3つはもうセットだ。めちゃくちゃ強いから、それで。プラス、虚無じゃなくて、追い打ちとかの方がいいのかな。あ、重力いいかもしんないな。敵を貼り付けたりするの良さそう。うん、いや、いや、ほぼワンパンで倒すからな。やっぱり追い打ちかな。でもダイナモに追い打ちが合うかどうかわかんないね。まあ、追い打ち、クリティカル、そのあたりをちょっと検討したいところ。出ればだけどね。よろしくない。どうだ？お、イカ！珍しいの今日出るね。まあ、これは、いりませんね。アーティファクト、チャージのみ、いりません。イカ！クールダウン、ポーションバリアなし、ダメ。サブリューイング、マルチショット、無限、オーバーチャージがないね。これはね、オーバーチャージ、スーパーチャージ、その両方よ。オーバーチャージ、スーパーチャージ、あと、虚無かな。うん、それでね、奥ダメージが軽く出るからね。惜しい。次、どうでしょうか。タンブルビート、シナジーは嬉しいけども、他がない。こっちも同じくだね。ポーションバリア、クールダウン。ポーションバリアとクールダウン。この二つは、つかないよ。本当につかないよ、今日。いやいや、最近本当につかない。こっちもだ。全然良くないね。はい。うん、ゴーストキンドラーも今日やたら出るよ。
やたら出る。3回目ぐらいじゃない？うん、で、もちろんいらないやつね。こっちは、不滅のナイフはね、流れ込む魂がついてないと、まず使う気にならないな。理想演者なんだろうね。流れ込む魂、魂の共鳴、ダイナモ。で、あと1個に何がいる？あ、重力とかかな。いやー、いらないか。まあ、基本、これは補助武器だから、そうね。まあ、アイテムボーナスとか入れればいいのかな。採掘者とか、そのあたりがいいんじゃないですかね。あと3回です。3回頑張りましょう。悪くねえぞ。あ、そうね。黄金がね、ガーストが1か。1だったら確か2秒だもんね。2秒短い。やっぱ3だもん。3でもね、ちょっと短いって思っちゃうぐらいだもんな。ちょっといらないかな。3だったら使えたかもしんない。重力、リフレッシュ、クリティカルで。ちょっといらないかな。こっちはもちろんいらない。闇の刀。お、栗さん。使えるね。これは使えるけども、達人の方が好きかな。まあ、クリティカル3、重力、リフレッシュ、虚無。だね。なんか無難な感じ。無難な感じ。うん。強いて強くもないだろうし、弱くもないっていう感じのやつだね。まあ、うん。一応、保留で。あと2回。おお、なにこれ、なにこれ。いいよ。いいよ、フルメタル。フルメタルは、探してるやつがあって、無謀、ポーションバリア、クールダウン、タンブルビー。もしくは、シナジー。どれか。無謀編成欲しいのよ。どう？ああ、まあまあまあ、こっちは無謀だけか。うん、黄金も良くない。右、頼む！ダメか。やっぱりね、なんだこれは。ポーションバリア、クールダウンがつかないな。いやー、ダメだわ。はい、ラスト、いきます。ラストです。ささやく槍か。ラストはささやく槍。ハイランドいらない。弓もいらない。最後。頼む。来い！あー、リフレッシュ2、3じゃない。まあ、下もね。ささやく槍はね、重力が重要です。重力。打点がすごい先にあるんで、そこに敵を集められるのよ。で、それで安全に戦っていくことができるので、槍はね、重力が重要。重力がないな。まあ、虚無、リフレッシュ3、クリティカル重力。あ、それ今俺が使ってるやつだわ。まあ、それに変わるようなやつ欲しかったかな。今日防具がね、結構出たんだけども、いや、全くクールダウンとポーションバリアがつかない日だった。防具は出たのよ。出るには結構出たんだけど、エンチャントに恵まれませんでしたね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。